あら、タクトさん、お散歩ですの？ピクニックですか？それは素敵ですわね。では、私も参加させていただきますわ。でしたら、お茶はこちらで用意いたしましょう。ちょうどこのラウンジでは、お茶の葉の氷もしていますの。タクトさんは、どのお茶がよろしいですか？選んでくださいまし。お目が高いですわね。この茶葉はサムラン水系名産の一品ですのよ。それを感じただけでも大したものですわ。ではこれにいたしましょう。そうですわね。楽しみですわ。タクトさん、どうなさいましたか？買い物に出ておられます。今は私が留守番を。了解しました。参加します。ケイラ先生や整備班のお手伝いをしています。主に読書でしょうか。いい、医学書や過去の診療データなどの閲覧です。そうなのですか。確かに一理あります。ランファさんはそういった本をたくさん持っていらっしゃいますから、今度お借りしてみます。ところで、ピクニックはいつ始めるのですか？わかりました。まあ、タクトさん。またお会いしましたわね。ピクニックに備えて必要そうなものを用意しておりましたの。ミントさん、頼まれていたものを探してきました。ありがとうございます、バニラさん。助かりましたわ。こちらが個人用耐熱シールド、それに糸のことワイヤーロープ、超小型暗号解読機、それから備えあれば憂いなしですわ。何しろミルフィさんのピクニックですもの。何が起こるかは私たちにはわかりません。ある意味では楽しみでもありますけど、何が起きてもいいように、タクトさんもいろいろ
から準備をしておいた方がいいかもしれませんわよ。あるいはただ流れに身を任せるのも一つの方法です。はい、重要なのは冷静さと柔軟な思考です。確かにそれも大切ですわね。それでは私はまだ準備がありますので、これで。私も失礼します。まあね、暇してるのは嫌いだから。はあ？ピクニック？何それ、ミルフィーみたいなこと言って。始まらないか。うん、そうするわ。ミルフィーの料理も楽しみだし。おや、司令官殿、どうしたんだい？趣味と実益を兼ねてってやつでね。お前さんこそ何もすることがないのかい？ピクニック？はは、ミルフィーだね。ミルフィーの考えそうなこった。まったく遊んでる場合でもないだろうに。私の口聞くじゃないか。けどそんなこと言って本音は自分が遊びたいだけなんじゃないのかい？わかるさ、だって私もそうだからね。いいよ、私も付き合うよ。せっかくの集まりだ、楽しくやろうじゃないか。そうだね、何も起きなければだからね。さーて、何が起こるやら。ま、いいけど、どうせ暇があっても私の場合はここでぶっ放してるか部屋で銃磨いてるかだし、少しは刺激もあった方がいいからね。拳銃からロケットランチャーまで一通りね。自分で言うのもなんだけど、そこらの武器屋よりは充実した品揃えだと思うよ。
なんだい、おだてたって何も出ないよ。お前さんにはそういうのはないのかな。安上がりなこだわりだね。こっちたら弾薬代もバカにならないってのに。もっともこの仕事してると任務の間はタダで打ち放題なのがいいんだけどね。そりゃ本当かいランファ。本当ですってば。ああどうしよう。あータクト、実はね、今日の星占いによると私に水難の相が出てるのよ。それが分かれば苦労はしないわよ。あまり気にしすぎない方がいいよ。司令官殿もそう思うだろう。占いが当たったか当たらないかというのも結局は本人の解釈次第だったりするしね。それは占いのやり方が悪いのに。本物の占いは絶対に当たるんだから。いいわ、じゃあ証拠を見せてあげる。まずどんな占いが最適なのかを決定する占いチョイス占いで。こんなところにいたんですね。探しましたよ。はい、ピクニックの準備ができました。ところでみんなにはもうピクニックのことを伝えてくれましたよね。そうでした、よかった。さすがタクトですね。ありがとうございます。それじゃあ展望公園に行きましょうか。みんなもう待ってると思いますよ。あ、いらっしゃいましたわ。みんなお待たせ。オッケー、これで全員揃ったわね。場所はいつもの丘でいいの？さあ参りましょう。今日は楽しいピクニックになるといいですわね。荷物をお持ちします。ほら早くおいでよ司令官殿。今日の主役はお前さんなんだから。じゃあ奥の方に行ってお弁当にしましょう。うわー、いい天気、絶好のピクニック日和ね。当たり前でしょ、映像なんだから。ちょっと行ってみただけだもん、いいじゃない。シートを敷くのはこの辺りでよろしいですか。いいんじゃない。さてと、早速弁当を広げようじゃないか。おお、うまそうな弁当だね。さすがミルフィーだ。ありがとうございます。たくさん作りましたから遠慮なく食べてくださいね。本当は特製ケーキも作る予定だったんだけど、途中でオーブンが故障しちゃって。私楽しみにしてたのに。ケーキ、過ぎたことを気にしても始まりませんわ。そんなこともあろうかとスナック菓子も買ってまいりましたの。さすがミント、気が利くわね。あ、私ピリ辛アミーゴ取った。そう思います。温かいお茶もご用意しましたわ。皆さんどうぞ。このお茶はタクトさんに選んでくださった銘柄ですのよ。それじゃ早速いただくとしようかね。うん、うまい。本
の卵焼き美味しいですわ。今度作り方を教えてくださいませ。それは今日の自信作なの。ああ、ミルフィーにしちゃ上出来だわ。だといいんだけどね。あれ、そういえばこのバスケット見たことないわね。ミルフィー、新しいの買ったの？くじ引きで当たったの。欲しかったんだこれ。運の良さね。いや、何事もなければそれでいいんだけどさ。